九州玄賀島対抗戦にもいたトニーじゃ。上等だ。何にやっててんだよ、俺。殺すぞ、お前。ラッキーや。もう試合決定しますか、じゃあ。はい、というわけで、福岡空港到着しました。高山の時刻は2時半ぐらいのチケット。おなじみのスカイマーク。羽田空港まで行くんですけど、出発が3時10分。到着が多分夕方の5時ぐらいから。ブレイキングダウンオーディションの前日に東京に乗り込もうと思います。幸いにも宿泊先は友達が泊めてくれる。ありがとう、マジで。前回のこちらの動画見てもらったらわかると思うんですけど、私ですね、田舎っぺなので、道に迷うんですよ。前回は飛行機のチケットすら買い方わかんなかったんですけど、今回はスムーズにこちら購入することができました。なぜなら2回目だから、パワーワードやろ。ありがたいことに出させていただけるということで、ぶちかましたいと思います。遅延のご案内いたします。遅延書類やないか。正直緊張というよりもワクワクというか興奮してます。最終回2アウト満塁 2-3 でネクストバッター俺回ってくるかなっていう、そんな感じの心境です。まだオーディションまで1日あるので、万全な状態で芝居でいきたいと思います。腹減ったんで昼飯でも食おうか。いよいよ登場です。オーディションより飛行機乗る方が緊張する。墜落だけは勘弁してくれ。はい、というわけで羽田空港の方に到着しました。墜落せずに隣の可愛い女の子がここに寄っかかって寝てきたんですよ。ダッキーと思ってたらめっちゃくちゃ口臭い。びっくりした。もう臭すぎて途中吐きそうでした。なんとか取り切りました。くそかった。僕真ん中のシートだったんですけど、反対側の席にも可愛く座ってて、その子が俺が臭いって勘違いされてそうなのが嫌でした。飛行機中がその女の子の行動吐きそうなんですけども、無事羽田空港着いたので、ここから結構かかるんですけど、友人の家に泊めさせてもらうということで向かっていきたいと思います。では行こう。虫キングのガチャガチャあった。まさかの羽田空港で虫キング発見。以前の動画見てもらったら分かると思うんですけど、僕虫キングガチ好きなんですよ。しかも結構在庫ある。まあやらないですけどね。羽田空港から結構かかりました。友人の自宅に到着しました。あんまり人お邪魔しまーす。めっちゃ綺麗。ホテル東京の家やっぱちげえな。広です。お邪魔します。お邪魔。北付けの国交大臣に今日は泊めてもらうということで、気合入ってますよ。なんか一言ありますか、ブレイキングダウンに向けて。ボコボコにされて誰と試合決定しそう。あ、中村ちゃんと視聴者やった。今日は2泊3日でお世話になります。おじゃー。いけ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 。うわ、ここまで来た。行ってほしい。うわ、やった。え、何これ。ノックオン。ボールを前に落としてしまう反則。うわ、やったわ。サッカーでオフサイド的な。サッカーでオフサイド的な。これはトリックプレイ的な。うわ、惜しかった。こいつが、うわ、何が起きたのこれ。 MMA みたいになって切られる。あ、積んだ。いけ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 。うわ、やった。ノックオン多くね。誰に勝つんですか。全員全員死ぬと思ったら、ボコボコだ。どうも、疲れそう。ボコボコだ。俺がボコボコだ。ボッコボコにやられる。ラグビー負けやがって。ラグビー負けやがって。これラグビーの肩来たらやられてるよ。なんせ2回目だから胃が痛い。明日ついてくる。いや、いかん。なんで。前回カメラマン来てくれたけど、前回あった時もうコンって言った。ふざけんなよ。前回一人劇団みたいなの撮ったっけ。劇団のやつ来たみたいなの撮ったっけ。この動画出るとき俺が出れたかどうか決まっとっちゃう。どうなっとっちゃうのね。本戦撮ってもうやばいし、前回あったでもおもろいけど。なかなかせなくない。2回目で1回目です。先行ミスやろ、それは。覆していくのが、このミスター、トニーだ。福岡からわざわざ来たじゃん。往復4万チェックかかっとけ。10万くらいブレイキングダウン投資してるやん。何しに来たって話。ザ・チャンプラーショーで、福岡で行くオーディションを話してる。お、ラフ風景。絶対負けるわ。怖くて寝れん。なるほどね。あ、もういいよ。ミッション、ブレイキングダウン10オーディションで本戦出場を決めよう。じゃあ試合決定で。今どんな気分？なんか知らんけど心臓が痛い。電車の中で胃が痛いとか言って。胃の次は心臓が痛くなってきた。いや、やっぱり、ね、緊張するね。緊張するわ。2回目やけど、まあ、1回目は本当前日も寝れなかったんですけど、先日はぐっすり7時間寝れたんで。クローズ
聞きながら来たんで気持ちは嬉しいよ。そう全然違うけど、もう余裕やね。あとやるだけやね、もう正直ここまで来たらもうあと3分ぐらいで会場に着いてしまうわもうなんか台風がなんかで会場潰れんから、これも喧嘩無敗なんで今まで何を沈めてきたか、元で俺夢やったよ今回で俺のこと知らないとおらんけど俺するよ、ボコボコしてくれ。そんなに言ってさ、あの前回ったときよね前回のあのトラウマが植え付けられて間もなく会場つくんだよ。いい報告ができるように期待しといてください。出た。今回迎えたラストチャンス。何もできんかったって言いたいけど、なんと完成決まりました。やばくね、やばいことですね。パズルの演技って正直あんま覚えてないですよ。とりあえず間違いなく俺はこのブレイキングダウン10のオーディションで一番かました自信があるんですよ裏で樋口さんに話行ったんや。そしたらあのやばい人みたいな、もうやばい人扱いで、もう控室とかあんま喋らんかったんや。同じグループの人から何者ですかって俺言われたの。出てきた頃にもみんなビビ散らかしとって、俺が通ると避けていくっちゃみんなオーディション終わって控室行ったらヤクザみたいな人が通るんだけど、みんな握手されて俺不良やけんな路線変更エグ。対戦相手なんですけども井上力と決まりました。母さんかよう分からんけど雑魚なんで、本戦が最多のスーパーアリーナであります。あくね、ブレイキンの手ってメモリアルじゃないですか。今まで史上最高に大きい最高の舞台リングで立てると。こんなことになるなんてね、時間がないんで人生を変えるためにここに来たんで、ここでゴールじゃないんで、本戦井上ボッコボコにしてこれからブレイキングダウン出続けれたなと思ってるんで、ね、よろしくお願いします。あっちが本性やけどね、こっちは優しめに YouTuber としてやってるだけで、あっちが本当の俺だから別に出てるから本戦向かってこいやからだ、氷に返してやるわ。 Yeah!